はい、おはようございます。 J カズです。上石神井駅、西武鉄道の駅にやってきました。今日はですね、石神井の氷川神社で、骨董市があるというので、行ってみたいと思います。7時から16時っていうことらしいんですけれども、店舗数が、とても、少ないようです。ちょっと過去のSNS の情報を見たところ、そのような写真がありましたので、ちょっと気になっております。では行ってみます。上石神井の駅から歩くと、20分ちょっとかかるみたいですね。で、もうちょっと北にある石神井公園駅というところからも行けますけれども、そちらから歩いてもやっぱり20分ちょっとかかるみたいです。石神井公園駅から行くと石神井公園の中を通っていけるので、それがいいと思いますね。かなり心配しているのが出店数とその規模なんですけれども、ちょっとツイッター、X で見たところ、コロナ前の写真でも3点とか5点とかそういった感じの写真が上がっていたので、正直かなり心配です。はい、氷川神社の参道に到着しました。両隣は家ですね。上りが立ってるじゃないですか。第4日曜日と書いてあります。そう、今日は第4日曜日です。あー、やってますね。これ、焼き自分のところに入れます。
ご主人は何が一番好きなんですか？やっぱ木のもんが、木のもの、うん、道具だから、一番好きなのはやっぱあのね、フラダンス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 、船のダンス、なんでしょう、フラダンスって知らないですか？あ、知らないです。あのね、明治時代に、はい、あ、日本はもうほら、あの海鮮問屋の船がね、あれに積んだってやつ。あ、だからあの中が霧で周りがあの欅なんですよ、はい、それであのもし沈むとね、あの水吸うでしょ、海水を、霧がパッと膨らむわけ、うん、必ず浮くわけ。おお、そうするとそれを拾った人がね、ええ、あ、な、例えばね、あのなんとか丸とかあるんでしょうな、どこそこの船が
沈んだんじゃないかって騒ぎになるわけ。はい、はい。で、それがね、三つあるんですよ。はい。その船長さんが、使う、衣類をしまうちっちゃいやつと、ええ、それから、金庫と、はい。から、帳簿をしまう。これが三点セットなんですよ。なるほど。それで、その明治になって、ほら、そういう船がいらなくなっちゃったから、鉄になっちゃったから。うん、うん。それで、それをアメリカ人が目につけて、あれはすごいね。金具もびっちり売ってあるしね。あれは日本の技術だね。それに近いのは仙台ダンスだとか、古手のね、ええ、明治20年前ぐらい。だから15年ぐらいか。うん、あれが一番いいんだよ。ちょっと面白いでしょ、うん、そこのところがですね、値段がついててあれですね、いいのかな値段隠しましょうか。あ、大丈夫、僕は気にしてないんですけど。そうですか。この間これ出ましてね、切り屋のもんですから、ちょっと古いちりめんの箱だったんで、買ったんですよ。これ作ったものですか。作ったものですね。これ全部こう手作業でこれ刺繍してちりめんに作ったの。いや買いましたんですよ。ちょっと古い、アンティーク古いですね。これとこれとこれとこれがね出ましたね。これも袋になってるんですよ。あ、本当だ。すごい可愛いの。へえ。面白いと思う。これはね、西尾ぶっといち、ことづき祭りで、前の方が持ってたんですね。はい、ほら。あれ。眉玉。眉玉で作ってあるの。あ、眉玉。あ、うん、なるほど、なるほど。そう。ああ、そういうことか。この辺って作られてるんですか？家作ったんじゃん。あ、それはね、お仲間が。あ、そうなんですね。作ってもらってるんですよ。いいですね。そうなんですよ。Thank you.
はい、では今回の買ったもの紹介です。まずはこの印判の、角和皿ですね。富士山の絵が描いてあります。手前に松ですかねがあるので、静岡からの情景あたりからの情景なんじゃないのかななんて話して買いました。まあ、面白かったのは印判のこのズレですね。あとよく見ると、まあ、染料がかすれてる部分もあります。例えばまあこことかちょっとかすれています。あと印判のズレっていうのはこの辺ですとかですね、この形に対してちょっとズレがあるということですね。で、印判って銅版画の技法、まあ、いくつかあるみたいなんですけども、銅版画の技法で紙に転写した図柄を乾く前にさらに転写して、染めるという、多分これはそのやり方ですね。あと他には型紙を使って、模様を作ったりとかっていうこともあると思います。結構ねこうじっくり見ていくとこの転写の出来が良くないなっていう感じですね。まあでもなんかもう早速使って洗ったりしてるのでかなり綺麗になってますけれども、裏は まあ、こんな感じですね。ということで、まず印判の角和皿です。はい、ではお次がこちらですね。これはチョーナーですね、大工道具です。現在ですと一般の人はあんまり使わないかなと思うんですけれども、宮大工とか職業の方が使うのかなと思います。ちょっと私も長男っていうともっと大きなものをイメージ、見たことがあったんですけれども、これは結構ちっちゃいですね。細かなところをこう扱うんでしょうかね。まあ、ちょっと持つとこれどんな感じですかね。これぐらいのサイズ感ですかね。でこうどういうところをやるんですかね、これはね。まあ、仕上げ的なものかな。でも仕上げだとはやりがんなとかありますよね。ちょっとわからないです。なんか携帯的には結構こんな自立の仕方もしたりして面白いですね。はい、ということでこれが長男です。はい、ではお次がですねこの石ですね。まあ、石といってもこう縄が巻きつけてありますけれども、漁の時に、網にくくりつけて使う重りですね。青い色をしているところは、その網かなと思いますけれども、こう石を重りに使うっていう、なんていうんですかね、石かきっていうんですかね、石をかくっていう言葉があるみたいなんですけれども、まあ、石にロープを編むことでずれないようにしてこう網をうんと沈めるというものだそうです。これは状態がそんなに良くないので高くはない、安くもないけど、
平塚市だったかの博物館には、状態のいいものがあるようです。このね、縄を巻く動画 YouTube に1本だけ上がってましたけれども、ちょっとかなり難しそうですね。それはそんなに難しい網ではなかったですけれども、これはちょっとかなり複雑なことをしているので、ちょっと一目見て何か分かんないですね、これはね。まあでも青い色を見て気づく人はいるかもしれないですね。裏はねこんな感じになってますね。ここから網にくくりつけるのでしょう。ここちょっと切れてますかね。ということで、最後ですね。これはですね、手袋の、なんていうんですかね、商品の手袋をはめて展示するものの枠みたいですね、らしいという話ですね。ちょっと検索ではとても見つからなくて、詳細はちょっとわからないです、とても不思議な状態で、これ1個だけじゃなくていくつかあったので、製品版ということで、製品版というか生産品だと思います。ちなみにこれを見てアメリカのオハイオ州の方で見つかった雲母で作られた手の形をしたものっていうものを思い出しました。ミカハンドっていうものですね。で、紀元前何百年から紀元後何百年ぐらいのものを思い出しましたね。これはブリキですかね。ペラペラです。これは手ですけれども、ちなみに足もあります。こういうものですね。靴下にしてはでかいような気がするんですけれども、ちょっと分かりません。はい、ということで今回は石神井公園のそばの氷川神社での骨董市に行ってきました。秋晴れの、気持ちいい日でしたね。境内は、大きな松が何本かあって、空間がとても広く感じられる場所でしたね。骨董市の方はというと、下調べではかなり店舗数は少なくあったんですけれども、それよりも少し多くて、6店舗ほどありましたかね。今回初めての出店というお店もありましたので、もし出かける際は石神井公園なども散歩コースに入れてですね、ゆるりと出かけられる方がいいかなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。またの動画で、お会いしましょう。バイバーイ。